thank you for listening. 89.7 Local FM. The Japan from Dawn till Dusk. この番組では日本全国で活躍する地域おこし協力隊を紹介していきます。まずは茨城県高萩市。夫婦揃って活動されています。笹川優也さんとミラさんです。こんな味だって一言で言うのすごい難しいんですけど、まずほおずきって何かっていうと、ナス科の野菜なんですね。結構複雑な味がしまして、簡単に3つ挙げると甘み、酸味、苦味っていう3つあるかなと思いますね。限りなく原料にこだわって、お砂糖も必要以上に使わないような無添加で優しい風味を残したジャムを作ったのがまずデビュー作というか、ほおずきを使って作ってみています。ワークスっていうのは作品っていう意味でつけたんですね。で、農産物に関しても自分たちがこう手塩をかけて育てた作品だと思っているので、それも作品、あと手仕事も作品、落ち葉が落ちてそれを微生物が分解して土に戻って、でそこに種をまいて、でそこからまた植物ができて、でこういうサイクルがあって、それで有機的につながっていくんですね。でその自然のサイクルのように人間も有機的につながれたらいいのかなと。ほおずきの産地にしたいですね。高木にほおずき狩り行こうぐらいの知名度になればいいなと思ってます。続いては群馬県富岡市で活動されている上原和恵さんです。富岡製糸場が世界遺産になったので全国的に見たら養蚕やシルクの、シンボルとなっているような町ではないかなと思います。昔からの知恵とか文化とかっていうものを生かして、今の時代に合わせたものづくりっていうものをしていくっていうことは実現させてもらってます。作ったものがお客様に届けられる瞬間が本当に嬉しいです。作るだけだと楽しくないんです。お客様に買って使っていただくことによって社会に参加できるんです。それがもうたまらなく嬉しいです。本当にもう今始まったばっかりなので、これを何とかして軌道に乗せていきたいと考えています。私の仕事で養蚕やシルクの発展や活性化に役に立っていけるような、そういった仕事ができればと思ってます。最後に鹿児島県南九州市で活動されている倉本圭介さんです。昨年から宿を運営していて、泊まっていただいた宿泊していただいたお客様に飲食じゃない場所にどうやってこう導くかっていうのに対して、呉服屋さんの店主さんと話をしていて、じゃあ作りましょうということで、呉服屋さんからタオルを買わせていただいて、で普通のタオルじゃなくてうちの宿のロゴの入ったタオルを、お渡ししてるんですけれども、こう可愛いとかいいなって言ってくださった時に、これ実は呉服屋さんと一緒にタオルを作ってましてっていう話が自然とお客様とできるというか、お客様が聞きたい情報に自然とその呉服屋が入れるっていうか、それがやっぱりすごく仕組みとしては大事だなと思ってまして、地元の人たちと新しいことをチャレンジできる、そしてそれがこう達成できるって時に、幸せというかやりがいをすごく感じるかなと思います。自分がしたいと思ってたことはできているなと思います。一言で地域おこし協力隊といっても様々な形があり、皆さんがそれぞれの得意分野を生かしながら日々活動されていることが分かりましたね。この番組のナビゲーターは上野七重でした。さようなら。